海洋台に来ています。これから北根室ランチウェイを歩いていきたいと思います。今回私は北根室ランチウェイの第2ステージ海洋台からレストラン牧舎までを歩いてみました。綺麗でいいですね。林の中を通っていきます。険しい道のりですね。見つめられてます。すごい寄ってきた。マジやばい。よ結構疲れました。でも全部歩いたらきっとすっきりすると思います。サボボです。開けます。これ取れちゃったけど
さん歩いて達成感です。今日は痩せたかなと思います。気持ちよかったです。広大な草原の中を歩いたことが一番印象的でした。綺麗な木や草、青空に囲まれてのんびりした空気に癒されました。途中ワンパスを乗り越えたり、たくさんの牛が寄ってきたり、木を渡しただけの橋を渡ったりと、とても楽しい散策となりました。皆さんもぜひ北根室ランチウェイを散策してみてはいかがでしょうか。